はようございます。今日はライブです。早起き頑張りました。ゆとさん、くまありがとうございます。頑張りました。早起き、眠日、眠日ですけど頑張ります。お腹空いた。食べ物のことばっか考えて生きてる。本当に。こんにちは。なんか風邪ひいたんかな。鼻水出る。いや、花粉だよな。風邪ではなくて花粉だよね、きっと。え、花粉だよね。みんなどう？みんなはどうなんだい。ジャビさん、だるまありがとうございます。最近鼻水やばいんだ。朝は花粉で結構くしゃみした。やっぱり、やっぱし花粉飛んどるよね。確実に、確実に。最近さ、マジでちゃんと朝起きれるようになったんだよね。いや、朝はもちろん相変わらず苦手なんだけど、朝は苦手なんだけど変わらずね。でも絶対アラームが聞こえないことない。マジでアラームが聞こえないことなくなった。なんか人の電話とか、マジ一瞬で起きる。人からの電話の通知とか。すごっ。人からの電話の通知とか全然今まで、なんか朝起きて、え、電話来てたの？みたいな感じだったのに、今まではね。もうワンコールで出れるレベル。寝てても。ワンコールは言い過ぎた。ニコール。グリポンさん、ハートありがとうございます。ニコールで出れる。
寝ててもさ、すごくない？あの私がだよ。あの私が。朝起きれないで有名な私が。寝てるとき音出してる、出してる。今通知とか結構、ね。そう、すぐ出れるようにね。通知オンにして寝てる。寝るからって通知オフにしない。寝てても大事な予定かもしれないやん。だから大人になったね。でしょでしょとか言って。鶴さんくんもありがとうございます。大人になったっしょ。つるさん、花ありがとうございます。東京来て一番心配だったの朝起きるか。でも本当にひなちゃんと毎日一人で起きて仕事行ってんの。去年のひなに言ってあげたい去年のっていうか今まで実家にいたひなに言ってあげたい。なんかひな全然お姉ちゃんより朝強いかもしれんってぐらい。なんかお姉ちゃんとか結構朝さアラームずっとうるさいんよ。いや早起きろやって思うぐらい一生鳴らしてんねん。お姉ちゃん、ひなのお姉ちゃん、朝アラーム。もうひなの部屋まで聞こえてきてさ、うっさーって思えるレベル。思えるようになったレベル。お姉ちゃんより強いかもしれん、朝。って思いましたね。思いました。ゆきは寝起きいいイメージある。嘘でしょ？本当に？寝起き悪いイメージしかないんだけど自分では。嬉しい、それなら。寝起き良くなかった今までめっちゃ。でも良くなったかもしんない。良くなったかもしれないです。寝相だけはいいイメージある。そう、寝相悪そうってよく言われるんだけど、ちょっと悪口なんだけどさ寝相全然悪くない、マジで。寝相マジで悪くないんだよね。ARK さん、花ありがとうございます。こんにちは。
雨降ってる。もう雨降ってるのかな。外を見ていない。朝から今日はマジ寒そうって思って、マジであったかい服着てるくない？マジであったかい服着てるっしょ私今日。ちゃんとあったかい服を着ました。寒いって言ってたから。確かに気温もね低いですね今日。え、寒い。もう秋絶対来てない。誰秋飛ばしたの？秋飛ばしたのマジで誰？なんか秋に恨みでもあったのかな。その人絶対その人秋に恨みあったっしょ。こんにちは。今日は朝から暖房使っちゃったレベル。いや昨日も本当に暖房つけたくなったレベル。我慢したけれども。でもさ、よくよく考えたらさ、もう11月やん。あと半月で。まあそしたらもう冬だよね。確かにな。なんかもう秋どことか言いながらもうね、なんかもうまあ確かにもう冬だよね。知らんけど。あ、ほらね、お姉ちゃんのアラームがとってもうるさいでしょ。起きてー、早く起きないとあんたの朝飯は私がいただく揚げ味だわ。起きてててててて て, て起きてててててて、ふうふう。もう一つあるんですよ、お姉ちゃんのアラーム種類が。シャインマスカットのお団子っていうやつ。いつもね、お姉ちゃんずっと起きないからね。今日はちょっと珍しくなんかアラーム早く止まりましたね。もう一つのアラームも聞いてもらいたいな。シャインマスカットのお団子。初めてなって関係ないみたいなやつ。やばい、もう時間だ。そろそろ配信終わりにします。今日もメイク付き合ってもらっちゃった。そして一瞬でメイク道具なくした。すごっ、結構神かも。たった今使ってたメイク道具マジでどこやったん？はい、ということで、じゃあちょっとなくし物をしたところで終わりにしたいと思います。わさび大福さん、クマありがとうございます。ランキング読みます。13位竹メグさん、ありがとうございます。12位リュウさん、ありがとうございます。11位ジャビさん、ありがとうございます。10位アイニユキマスさん、ありがとうございます。9位ゴリポンさん、ありがとうございます。8位マヤマヤスシさん、ありがとうございます。7位マルちゃんさん、ありがとうございます。6位ジンさん、ありがとうございます。5位マシオさん、ありがとうございます。4位 ARK さん、ありがとうございます。3位ユートさん、ありがとうございます。2位ツルさん、ありがとうございます。第1位アンドゥさん、ありがとうございます。はい、ということで今日はライブよろしくお願いします。気をつけてお越しください。ありがとうございました、朝から。バイバーイ。